はい、今回ですね、ニクスさんの新商品のご紹介をしていきたいなと思います。先日ですね、島コーポレーション森口店さんの方で展示会がございまして、その時にニクスさんも来ていただいてたみたいなんですけれども、その時にですね、ちょっと新商品の、ご紹介をいただいたので、その様子をご覧いただきたいなと思います。どうぞお願いします。まあ、今回皆さんからの要望でね、はい、安全靴出せないかと、いう話やったんで、いっぺん、こだわった安全靴を作ってみようかということで、これも、ぶっちゃけ作ってる会社はアイトスさんで作っていただいてます。で、うち、基本的にはもともとバリスティックを、メインにしてるんで、もうバリスティックはもう絶対に外さんといてくれと。で、多分安全靴で一切使ってないであろうというそこですね。ビブラムソール、ビブラムソールっていうのは登山とかそういうウォーキングシューズ、ワーキングシューズなんかですごく有名なアウトソールなんですね。で、そのアウトソールのこの特徴としましては、ここの EVA っていう素材が非常に優れてると。で、インナーをいいものを買うよりもアウトソールの いいものを買えば、それだけ極端な話クッション性がいいですよと。で、そのクッション性がいいっていうのと、なおかつ減りが少ない、それとあと、一番これの特徴としては一番いいのはグリップ力ですよね。要するにやっぱり雨降りとかそういうふうな現場とかで滑るとか、そういうふうなのはやっぱり他のメーカーから比べたらこのアウトソール、これ自身が優れてるんで非常に有効かなと。っていうことですね。だからこれ実際すごく重たく見えるんですけど、意外と皆さん言われるのが軽いですよねと言われるんですね。で、基本先芯が鉄芯入ってるのと樹芯入ってるのがあって、うちは樹芯で規格の通った樹芯を、一応使ってます。で、その樹芯のやっぱりこのなんていうんですかね、エッジ周り、これもやはりそのままエッジをつけてると、そのエッジでやっぱり生地を切ったりとかしてしまいよるんで、その縁に全てゴムが入ってます。で、こう曲がった時にそのエッジが生地に負荷をかけずに、極端な話そのゴムで保護をして、ここの部分が切れなくなってますよということですね。設備屋さんとかやったら脱いだり履いたりするっていうのがあって、やっぱりこう円滑に履けるようなやつでいうことで、サイドはサイドジッパーをつけてます。脱ぎ履きしやすい。そうですね、もうそれがもう大体メインですね。で、一応これの展開サイズっていうのが、やはり女性の方もやはり今現場が多いんで、23から、23で 23.5 はないんですけれど、24で24から 24.5、 それから 0.5 で28までは 0.5 間隔で、28から1センチで29という形になりますよね。で、それと、通常であればこの一色で出す予定やったんですけれど、やはり今職人さんなんかでも色を気にしはる人が結構いてる。で、やはりその映え的な部分もあるっていうことで、要するにここのラインが黄色と赤と青の3色になります。一応これが特徴ですかね。はい、だからもうほんまにそのこのソールですね、このアウトソールをどれだけそのみんなが認知してもらえるか、大体、ビブラムって言うたらもう実際、アウトソールでは世界一やと思います。世界一、はい、っていう商品です。これってちなみにいつ頃発売？一応今木型、木型を作るにあたって、最終のエンドの型を今作ってるんで、基本ベース一応出したいのが5月の下旬までには出したいですね。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、いかがでしたでしょうか。ということで、ニックスさんがついに安全靴を出されるということですね。はい、もう全身ね、ニックスコーデでいけるような、もうそんな勢いになってきております。
5月下旬発売予定ということになっておりますので、あの島コーポレーションでもご予約受けたまっておりますので、よかったらあのお願いいたします。ついでに、チャンネル登録高評価の方もお願いいたします。はい、ということで、今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。